はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回のエピソードはですね、今回は、まあ、レスポールを使っている人に、おすすめの、まあね、メンテナンスというかレスポールを使っている人にぜひお伝えしておきたいことがあるので、今回はその動画です。レスポールを使ってない人はこの動画も面白くないかもしれないし、まあ、もし今後ねレスポールを使ってみたいとか、そういう希望がある人はぜひ見といてほしいかなって思います。まあ、僕はねこのレスポール、ギブソンの、ヒストリックコレクションっていう、96年製のレスポールを使ってます。つい最近にこれ分かります？これここボリュームノブ変えたんですよ。こういう気分転換もいいですよね。かっこよくないですかこれ。何十年代だったかな、分かる人教えてください。ちょっと、気分転換をしてみました。こんな風に書いております。で、本題に戻ります。レスポールの保管方法って皆さんどうしてます？まあカバン、ケースに、カバンじゃないですね、ケースに入れたりだとか、ハードケースに入れる、ギフバッグに入れる、いろんな方法があると思うんですけど、なんかこの弦を緩めて保管をするのかしないのかがどっちがいいみたいな論争あるじゃないですか。まあこまめに弾く人は別にね、緩めなくてもいいし、やっぱ長期、まあ、3日ぐらい弾かない時間があるんだったらやっぱ緩めておいた方がいいしっていうような、いろんな意見あると思うんですよ。で、某有名メジャーバンドの、ギターテクニシャンをされてらっしゃる方から、まあ、教えていただいた、やり方なんですけれども、僕もそれ以外僕もそれ以来ずっとレスポールをそういうふうに保管してます。ですね、結果から言います。レスポールは4弦と3弦だけを2音分ぐらい低くして基本的には僕は保管してます。それ以外は張ったままで保管してます。なんでかっていうと、レスポールってわかるかな、この中央マチックっていうブリッジありますよね。この中央マチックっていうブリッジ、これを見てもらうと見えるかな、これね、ここが固定されてるのってこの2つだけでしか固定されてないんですね。なので言ってみたらこの真ん中あたりって結構力に弱いというか不安定なんですよ、すごい。だから結構真ん中に強い力が当たっちゃうと、この中央マチックのこのブリッジの部分がだんだんへこんできちゃうんですね。言ってることわかりますか？ここの真ん中にもこういうねサイドのネジがあればいいんですけれども、真ん中にもネジがないので、どうしてもずっと、まあ、数十キロありますからね、この弦を引っ張る力っていうのは数十キロあるので、ずっとこの数十キロの力がここに加わってるんですよ。そうするとだんだんこのブリッジがこうへこんできてしまうので、それを防止するためにこの4弦と3弦を緩めておくというやり方です。はい、なのでやっぱりここがねグイッとへこんでしまっていると、やっぱりそのチューニングの安定もしないので、なるべく保管時は、僕は1日でも弾かない日があるとやっぱここだけを、緩めて、保管しています。全弦緩めちゃうとやっぱ数十キロある、この張力が一気にゼロないし、まあ、ゼロに近い張力になってしまうので、やっぱネックも良くないですよね。やっぱり順反りして、逆反りしてくると思うので、あまりおすすめできません。僕も、僕のレスポールもやっぱ、その方に見ていただいた時にはやっぱりこのブリッジがちょっとへこんでたので、その場でトンカチで直してもらいました。まあ僕もね、素人がやっぱトンカチやると多分結構変な嫌な結果というか、まっすぐにならない可能性があるので、なるべくそれは自分でやらずリペアマンに見ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。なので、レスポールに関しては、ブリッジ、中央マチックのブリッジがたゆまないようにまっすぐにしておくために、3弦と4弦を緩めておくということをおすすめしたいと思います。ということで今回はですね、レスポールの保管方法に関しての、プチ、ミニレッスン、保管に関しての、豆知識でした。レスポールを使ってる人、これからレスポールを使いたいなと思ってる人はそういう保管方法をおすすめしたいと思います。はい、どんどんねこういうような、メンテナンスに関しての、情報であったり、メンテナンスの、情報などを、
この動画ではどんどんシェアをしていきたいと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画が少しでも役に立ったらぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もぜひお待ちしております。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。